観光列車が来年デビューします。 JR 四国は特急型車両キハ185系を改造した新しい観光列車四国まんなか千年物語を来年4月1日から土山線の多度津大歩危間で運転すると発表しました。車内で食事を味わいながら大ボケ小ボケの景色も楽しめるこの列車は土曜休日を中心に運転される予定です。あの険しい区間を、まあ、観光列車ということなんですけど、うん、はいはい、もともとこの区間ってあの特急列車あの南風とか、はい、四万とかもうね全速力でブワーって行っちゃうところだから、まあ、景色を楽しむというよりも、うんうん、もう揺れて大変振り越し機だから結構揺れるなみたいな、まあ、ご紹介しますけど、ね、お食事結構大変ですよね本当に特急その185系っていうのは別にそういう振り子みたいにグワングワン揺れるやつではなくて古い国鉄時代からある車両なので、うんうんうん、まあ、それを改造してこう多分だからスピードもすごいのんびり走って観光しようみたいな列車になると思いますよね、うんうんうん、で、ね、確か多度津から大歩危と大歩危から多度津、行きと帰りとで、まあ、あのいろいろ料理のメニュー変えたりとかもするということなのでね、うん、スイッチバックの、ね、名称もあったりしますからね。そうですね、そこを入るかどうかとかもね、うん、その注目のポイントになりますね、はい、来年の、デビューということです、はい。